ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、レゴラジ積みレゴシリーズのミクセル派、今日が最後になります。探せばどっかに転がってるかもしれませんけど、わらわら。ということで、本日はレゴミクセルの5番になります。こちらのセット派2014年リリース57ピースで、当時の販売価格は620円くらいでした。多分、トイガラスのクリアランスで激安ゲットしたやつです。中身はこんな感じです。現在派、ちょっと高値になっているので買いにくいかもしれませんね。こんな感じで種類派結構多いシリーズです。同じ色の3体を合体させることができる、とんでもないシリーズです。ということで、1袋に説明書が1冊でした。これまで5種類を組み立ててきましたが、全部可愛かったですよね。なんか全種類集めたくなってきました。それでは本日もよろしくお願いいたします。それで歯をゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。これあまりパーツ。どうですか？かわいいでしょ？足がこんなにくるくる回っちゃうんです。いやいやーって感じ。腕も動かせるし、手も別々に動くんです。こんなすごいレゴ見たことないですよね。このレゴの一番すごいとこはこちらです。破壊力派がすごそうですね。何でも噛み砕きそうです。ちょっといろいろ聞いてみたいのでレゴラジ君にインタビューしてもらいましょう。それでは、レゴラジ君よろしく。こちらのチャンネルでは、ほぼ毎日レゴの動画をアップしております。新旧問わず、気になるレゴを紹介するチャンネルとなっております。ぜひ、チャンネル登録をして次回の動画もお楽しみください。コメント&高評価もお待ちしております。おいおい、ちゃんとインタビューしてくれよ。遊んでんじゃないよ。今日もいい写真が撮れてよかったです。過去動画にはこの子たちも出演しております。本日もご視聴ありがとうございました。